さて、毎月第3水曜日にお送りしております、ラジオでポン、本当の出会いのコーナー、月1回ですね、おすすめの本をご紹介していただいてますが、今月のゲストは、読書普及協会チーム釧路の山本さんと小沢さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、えー、今月は、キャプテン山本さんのおすすめポンということで、はいえー、今回はですね、はい、タイトルが、好奇心を天職に変える、 空想教室という植松電気の専務の植松努さんの本をご紹介させていただきます。はい、で植松は 電気の上松さんなんですけれども、はい、あの、ちょっとフランのよりちょっと上のところにある赤平市にある、まあ小さな町工場なんですけれども、はい、まあそこであの自家製ロケットを打ち上げて、まあ宇宙開発の常識をまあ覆したという、まああの新聞だとかでたまにこう取り上げられているので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、カム,、はい、カムイロケットだとかで、その経営者がまあ見つけた どんな夢も実現させる方法ということで、うん、この本にまとめられております。はい。で、こちらの本の内容としては、テレックスっていう、まあ、あの、講演のその動画がちょっとあの、話題になりまして、はい、150万人ぐらいアクセスして見ていただいているみたいなんですが、うんそ,はい、そこの感動のスピーチが結構話題になっているようなので、うん、まあ、もし、はい、あの、ちょっとご興味持った方は、20分ぐらいなので、うん ちょっと検索してみて調べていただければいいんじゃないかなとは思うんですが、はい、それをちょっと聞いていただいて興味持った方はぜひこの本を読んでいただきたいなと思ってますはい今お話にあったように、まあ、北海道でねロケット開発をやってるところが あるはい。っていうのがまず、すごいす、ねはい、知らない人はびっくりしますよね。<laughs> ええはい。なんとなくの国の事業みたいな感じなんですが、はいえー、実は国からだとか補助金だとか全くもらってなくて、えー、もう自分の会社で稼いだお金だけで、はい、まあ趣味みたいな感じで宇宙開発しちゃってるんですね。趣味イコール宇宙開発って。すごいですよね。はい、なので、まあ、普通に考えると常識的には無理だろうと思うことを、自分でやってみて、うん 夢はあの、はい、諦めずにやれば叶うんだよっていうのは、まあ実践されてる方なんですよね。はい。ですんで、えー、あとは、まあ、ロケット教室といって、模型の、まあ、小さなあのロケットを実際に打ち上げるっていうのも、うん、この赤ビの工場だとか、はい、あとは全国で、まあ、小学校だとか中学校だとかに行って、うん、そういったロケット教室をしたりだとかもされてるようなので、そう、はい、すると、多分釧路管内とかの学校来ているので、そういったロケット教室した方、 もいらっしゃるんじゃないかなと思います。はい。今、あれですかね、お年で言うと、いくつぐらいの方なんでしょうね。えっとですね、1966年生まれなので、10歳違います、私と。ということは、49。ですね。はい。で、ね、はい。足別生まれの、 方みたいなんですけれども、はい、あの、飛行機、まあ、あの、紙飛行機だとかがすごい好きで、うん、なんていうんですか、昔、あの、小学校の頃とかの夢が、潜水艦を作りたいみたいな、ことをなんか言ってたみたいなんですけど、うんええ、先生に、あの、夢をかけって言われたら、うん、潜水艦作りたいっていうふうに書いたところ、そんなの夢じゃない、もっとできる夢をかけみたいなことを言われて、うん、なんだかおかしいな、みたいなところを感じたらしいんですよね。<laughs> うんまあ、そういったところから、夢って、できることの中から、 あの、選ばないといけないのかなっていうなんか疑問がその時思ったみたいで、うん、うん、で、宇宙船作ろうと思うと、まあ、まあ、先生だけに関わらず、うん、大人であれば、まあ、すごくお金もかかるし、うん、よっぽど頭が良くないと、無理だよってついつい言っちゃいがちじゃないですか。うんうん、はい。はい。例えば、私の息子もそんなこと言い出すと、いや、まず無理だよって、確かに言っちゃいたくなる気持ちはあるんですけれども、うん、大人が、 どうせ無理だよっていうふうに可能性を潰すことが、まあ、この上松さんにとってはちょっとやっぱり嫌だった体験だったみたいで、うん、そういったどうせ無理をぶっ飛ばすためにどうせ無理だと思われている宇宙開発に取り組んでいると、はい、そんんなな方なんですよね。じゃあまあ一応その本業は本業でやりながら、はい、そこで得た収益で宇宙開発を,開発をやってるとそうです、ね、いうことなんですね。はい、はあ。 思えばできるんだってことをね、はい、一つ形にされた方なんだなっていうふうにね。そうですね。現在進行形でもうやっていらっしゃる方なので、今もまだどん,どんどんどん続いてるんですね。今もどん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 続いてやっていらっしゃるんですよね。えー、はい。この本の中でまあなんていうんですかね。えー、よくその勉強しろっていうのが、うん、まあいい会社に入って安定した高い給料をもらうために、まあ楽して稼ぐために。いい、うん 大学に行くんだよみたいな話とかってよくある話だと思うんですけど、はい、エマさんの方が楽なあの仕事ってないんじゃないかっていう考えなんですね。うん、それよりも自分がのめり込むぐらい好きなあの楽しい仕事をやった方がいいよっていう話をしてまして、うん、まあどうしても大人で普通の親だとか先生とかで行くと、うん、まあ楽ができて安定していて高い給料、うん、まあもらえる方がいいよっていうふうに、はい。 言うじゃないですか、まあ、まあ子供を持ってねね、はい、親もねまあその気持ちは私もよくよく分かるんですけれどもお金さえあれば何だって手に入るじゃないかって結構言いがちなんですけれども、うんはい、上松さんはそんんんななのはとででもいい勘違いだって言うんですよね、えー、素晴らしいものが手に入るのはどこかで誰かが作っているから手に入るんだよって、うん、いくらお金があってもそれを作っている人がいなかったら 手に入れようと思っても手に入れられないんだよっていうことを言ってるんですよね。はい、で、まあもっといいものを作ろうとして努力しているから、まあ、あの、お金を出して買うことができるんだ。うん、まあ、そんな話もちょっと熱く語ってまして。な、うん、はい。なんとかそういう発想って、あまり多くの方持ってないじゃないですか。私もそうだったんですけど。自然でしたね。うん、はい。なので、あ、なるほどなーっていう。で、はい、あの、お金がないと実現しない夢っていうのは、自分の夢じゃなくて、うん、誰かにしてもらう、 サービスなのかもしれないあ、うん、ないのであのお金があの払わなくてもできるしたいなと思うことが夢なんじゃないかみたいなうん、うん、そんな発想なんですよねはいなので、まあ、大事なことはあのできなかったことができるようになることじゃないかと、うん、いうことでまあいろんなことにチャレンジされているんですね上川、うん、さんができないこととかやったことないことだとかにもどんどん今でも、はいはい 取り組んででやってらっしゃると。はい、そうですね。うんでまあ、世界の偉人だとかは、うんあのー、周りから止められてもやりたいことをずっとやり続けた人だよっていう話をしてたので、うん、やったことがないことをどんどんやってみようよと、うん、でそうすればいつか世界から必要だと言われる人になりますよということを言ってるので、うん、どうしてもなんか誰もしてないことに子供だとかがやろうとすると無理無理とかどうしてもこうなんてて。 止めようとしてしまいがちなんですけど、はい、ああそうじゃいけないんだなーっていうのは読んでて感じましたね。これからのまた子供たちにもね、読んでほしいそうですけども。そうですね、まあ。中学生だとか、まあ、ひょっとしたら、あのー、小学生の高学年ぐらいからでも読めるんじゃないかなっていう、うんいはい、内容になってますんで、うんまあ、そういったお子さんお持ちの,あのご両親様だとか、うん、あとは、 お子さんと、まあ、あのお仕事上携わって関わっている方だとかもぜひ読んでいただきたいなと思いますね。は,い今日はねあの読書会の、ね、メンバーの中から小沢さんに来ていただきまして。 小沢さんは、まあ、この本はまだ読んでないということなんですけども。そうですね。山本さんの、ええ、お話を聞いていかがでしたか、ええええ、そうですね。あのー、私、この本を知ったのは、その、まあ、今月のですね、まあ、あの、読書会ですね。はい。で、あの、それこそキャプテンから、動画付きで、最後に、<お>まあこの本をですね、皆さんに紹介していただいた、はい、ま、本なんですよね。はい。その話、まあ、聞いてですね、 えー、あと、まあ、ちょっと自分なりに、うん、まあ上松電器さんの、まあ、そうですね、あのホームページですとか、あとちょっと見たりして、ちょっと勉強してきたんですけれども、はい、自分を曲げずに、えー、夢に向かって、その正直に、ま、え、い、ー、進できるってう、もうやり続けることができるっていう、そのやっぱりエネルギー、 っていうのはすごくやっぱり羨ましいと思うしやっぱり、えー、ちょっとみ,みんなならなければいけないのかなという、うんえー、思いが まますね、まああの、まあ、このラジオを聴いていらっしゃる皆さんの中でも、うん、えそうですねまあ,あの、まあ、過去にですねまあ、やっぱり何かしら夢があったと思うんです、うん、けれどもその周りの人から「まあ、やめときなさい」と「うん、それなんで食っていけないよと」とまあ、そうやって言われて、えー、ちょっと。 まあいろいろな理由があって諦めざるを得なかった人っていうのはもう多分何もいらっしゃると思うんですよね。うん、あのまあ私もそうですね、あの昔からずっと吹奏楽やってきてたので、はいえー、やっぱり音楽の道進みたいなって思ってた時期があったんですよね。うん、でもまあやっぱり音楽だけでは食っていけないよと、うん、あいう、まあ、ですね、えー、ちょっと周りから言われるの、まあ言われてそれでちょっとまあ あまあ諦めてしまったっていう、まあ、過去もあるのでもしこの本にそうですね20年ぐらい前に出会ってたらどうなってたのかななんて、うんえー、思ったりもしたり、うん、しましたね。 高学年、中学生ぐらいのお子さんに読んでほしいという紹介ありましたけれども、そうです。中学生ぐらいだったら進路に迷っている人たちとかもいると思うんですよね。この本、すごく助けになると思うんです。あとでちょっと読んでみようと思います。いいですね。本当に、んていうんですかね、元気が出るというか、諦めかけた夢にもう一度チャレンジしようかなっていう、そういった勇気を 得られるなちょっとなんていうか今うまくいってなかったりだとか、うん、そういった時ちょっとこの本を読んでいただいて、うん、あの諦めずに夢にまたチャレンジしていただきたいなと思います、うん、はいありがとうございますね音楽は続けてないんですか今はそうですね今ちょっと休んでます休んでますか、はい、またでもね 再開するチャンスもあるかと思うんですけどね。この本を読んだら、再開したくなるかもしれないですね。そうですね。すねねちょっともう楽器をここにかぶっちゃってますて。ああ、撮ってください。あのね <laughs> お、お金になるかならないかだけじゃないですからね、<laughs> 音楽の世界ってね。<laughs> はい そうですか。とってもね、元気が出る本ということで、まあ動画の方もね、あの、講演をされてる動画もあるということなんで、まあ読書ちょっと苦手って方は、まずその動画を見ていただいてから。そうですね。それが多分一番手っ取り早いと言いますか、えー、はい。はい。あの、本読むよりも、無料でその動画見れますんで、はい、ぜひぜひちょっと検索していただいて。えーえー ご覧いただいて。で、それでちょっと、はい、あの、興味持った方は、ぜひ、買って、読んでいただきたいなと思います。はい。ということで、今月は、キャプテンの山本さんからのご紹介。えー、植松電機の専務取締役、植松務さんが書きました。好奇心を転職に変える空想教室というですね、本をご紹介いただきました。さて、えー、小沢さんも参加をしており、読書会なんですけどもね、はい、えー、12月は、12月の2日。 2日水曜日水曜日はいいつも通り夜7時から、はいえー、市民活動センターワットさんの会議室さんで行っていますはいあの初めてという方はあのまあ あの、紹介したいという本を持っていってもいいし、ちょっと様子見で手ぶらでね、参加していただいても構いませんので、うでね、もう本当にジャンルは問わずに、はい、もう自分の好きな本を、まあ持ってる本でもいいし、図書館から借りてきた本でも結構ですね、はいえー、持ってご参加いただけますよということで、この本を通じてまた新しい出会いをね、楽しんでいただきたいなと思います、えー。参加料初回は無料で、2回目から100円になっております。はいえー、詳しいお申し込みなどはですね、佐藤のブログに リンクを貼らせていただきますので、えー、読書普及協会チーム釧路のブログからお申し込みください、えー。ということで、ラジオでポン、本当の出会い、今月のゲストは、えー、読書普及協会チーム釧路キャプテンの山本さんと、そして小沢さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。